皆さん、こんにちは。我が党は昨年7月の第24回参議院議員通常選挙におきまして、選挙区選挙では改選4議席の大阪府選挙区において、今ここにお立ちの高木かおりさんを含む新人2名、改選3議席の兵庫県選挙区は新人1名の議席をそれぞれ獲得。全国を舞台とする比例区選挙区では515万票を頂戴し、改選1名と新人3名の合わせて4名の議席を獲得しました。これもひとえに本日ご来場の党員皆様の努力により、国民の皆様にこれまでの成果に対する評価と今後の期待の大きさが選挙により示されたことと思います。これにより非改選の参議院議員5名、衆議院議員15名と合わせ、国会議員は総勢27名となりました。この選挙を踏まえて、昨年8月23日に臨時党大会を招集し、松井一郎代表と役員人事の継続と、そして新執行体制の下、大阪の維新スピリッツをさらに日本全国に広めていくため、党名を大阪維新の会から日本維新の会へ変更することを合わせて決定いたしました。この間、党所属市長、地方議員も多数誕生し、3月1日までの党所属国会、地方議員及び市長数も計364名となります。一歩ずつ着実に各級の議席を増やしていることに意を強くする一方、国民の皆様の厳しいご意見が含まれていることを肝に銘じながら、今後想定される衆議院総選挙、東京都議会選挙及び各級地方選挙においても、我が党は一丸となって戦い抜き、維新の理念を全国に広めていくため、さらに気を引き締めて邁進してまいります。本日はすでにご案内の通り、党規約改正をはじめ我が党の方向性を特別党員である皆様にお諮りしたく、党大会実行委員会を党大会実行委員より招集させていただきました。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきます、東京都品川区の区議会議員で筒井陽介と申します。そして参議院議員の高木かおりと申します。不慣れではございますが、この重責を2人で務めてまいります。最後までお付き合いくださいますようお願いを申し上げます。それではまずはじめに、片山虎之助共同代表より開会挨拶を申し上げます。どうも皆様こんにちは。今ご紹介いただきました片山虎之助でございます。開会日ということでございますので、日本維新の会平成29年党大会の開催をここに宣言いたします。今日お集まりの皆さんはね、党員の皆さん、本当に年度末での土曜日で何かとご予定があったと思います。わたわたったと思いますけれども、この党大会にご出席を賜りましたこと、まずお礼を申し上げます。また首都圏を中心に全国からお集まりの皆さん、それぞれのところでそれぞれの立場で党のため、党勢拡張のために日頃ご奮闘を賜っておりますことに改めて敬意をしたいと思います。またこの党大会のために、党の実行委員会というんでしょうか、その皆さんも大変ね、清水先生はじめご苦労を賜りました。そのことも合わせてお礼申し上げたいと思います。今の通常国会が始まって2ヶ月なんですね。でちょうど予算を上げるっちゅう時なんですが、まあこのところ衆参の予算委員会ね、賑やかですよね。もう
この政治省ですよね、一種の、承認官も。私はね、ああいうことをやることも必要だと思うけれどもね、ちょっとこのままでいいのかなと、こういう気がいたしますよね。なるほど、国有地の払いさせた大きな問題で、これしっかり解明することは必要ですけれどもね、ちょっとしかし衆参の予算委員会が国政の一番中心になる機関がね、あのことばっかりに関わっておいて、内外のいろんな問題山積でしょ。それはね、一つはね、やっぱりそれはああいう払い下げをやった方もいろいろ問題あるんですよ。しかしやっぱり野党がね、この際攻めあぐんで、政府与党成功法でなくて、ああいう絡めてから攻めようちゅうね、まあいかにも生き生きとやってるわね。それからもう一つはメディアの皆さんおられるけれどもね、まあ格好のこれは題材ですよね。申し訳ないけど面白いしね、そういうのが合作になった、ああいうことになったんで、まあ一応のね、これで区切りをつけてもらう。あさっては予算が参議院で成立しますから、それを一つの区切りにしてもらう。私はしかしね、これは重要な問題だから、まだ解明の必要あると思いますよ。そのためにはことを分けて、例えば犯罪に類するようなことは捜査機関を中心にやってもらったらいい。あるいは行政処理やですよ、行政執行の上で、これは問題があるとすれば、そういう委員会も国家にあるんだし、あるいはそういう機関もあるんだから、別にそういうことで解明してもらったらいいと思いますよ。あのことからね、やっぱり抜け出さなきゃ、こういうことをね、まず申し上げたいと。我が党にも火の粉はかぶってるんですよ。やれもない、まあ、いろんなね、こともあるんで、そういうことを解明してもらうことは必要だと思いますけれどもね。それこれから後半国会なんですよ。後半国会も問題山積ですよ。ねえ、それは例えば、あれでしょう、共謀罪っていうんでしょうか、テロ等参加に伴う、このテロ対策としての法案もある。天皇の生前退位の特例法もありますよ。働き方改革もある。あるいはの実証もあるかもしれません。あるいは私は憲法改正なんていうのはね、後半国会の大きなテーマだと思いますよ。憲法審査会が動き出してるんだから。そういうことをちゃんとやっていく。で、そういうことの先頭に立つのがね、衆参で我が党なんですよ。先ほど参議院の選挙でね、12名になりました。ありがとうございました。私も当選者の一人です。老骨ですけれども。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。衆議院が15人でしょ。で、やっと参議院がね、11人以上でないと法案が出せないんですよ。10人以上ないと1人前と認めない。衆議院が、ね、21人ですよ、法案出すのが。12人になったもんですが、やっと法案出すっていうんでね、政調会長を中心に頑張って101本出したんです。まあ、多ければいいっちゅうもんじゃないけどね、多いのも力ですから、質もいいんだから。でね、こういう法案も後半国会でものにしていかなきゃいかん。我々は第三極、健全な第三極って言って、党としては全体の5番目、野党で3番目ですけどね、正論を吐いて、国会をリードしていくね、そういう機会を持っていきたいと思います。第三極はやがて第二極になり、国民の信頼を得て、最後は自民党と政権を争いたい。それがね、日本のためなんですよ。ね、自民と民進のね、二大政党というのは、これ、リアリティがない、国民が不幸になる、むしろこの国が進むには、私はそうだと思ってますんでね、皆さん頑張ってください、そのためにはね、都議選勝たなきゃいけません、都議選をまず勝ち抜く、それから衆議院選を勝ち抜いていく、そのためには国民の信頼を得ていく、松井大也のもとね、一致結束、それを貫くのが、それを決めるのが、今日の党大会であります。どうか実りある党大会になりますことをお祈り申し上げまして、開会のご挨拶いたします。ありがとうございました。それでは議事等に先立ち、国歌斉唱を行います。皆様ご起立の上、国旗にご注目いただき、国歌斉唱を願います。
ありがとうございます。ご着席ください。日本維新の会代表松井一郎よりご挨拶を申し上げます。皆さんどうもこんにちは。ありがとうございます。本当に日々、日本維新の会、党活動、党勢力拡大に、皆さんご尽力をいただきまして、誠にありがとうございます。今片山、共同代表からもお話がありました。まあ、今国会で、政治ショーが行われておりまして、まだショーに参加できる方はまだいいんですけども、参加もさせていただけない、松井が世の中で一番悪いというような、形でですね、証人喚問をされてまして、お会いしたこともない、話をしたこともない人にここまで恨まれるというのはもう、ある意味政治家冥利にも尽きるんかなと、僕は前世だいぶ何かあったんかなと、こういうふうに感じているところです。片山代表からもお話ありました。この政治ショー、これはもう横に置きましてね、本来の課題解決のために政治家がやるべき仕事、これしっかり進めていかなければなりません。国政においては片山共同代表が言われるように、憲法改正の、話、そしてそれと天皇の上位の話、陛下の上位の話、それから今外交でもさまざまな問題が起こってます。北朝鮮はもうどんどんミサイルを、ぶっ放してくる、そういう中で日本が、トランプ新大統領とどのような、関係を構築していくのか、また、2020年オリンピックが行われる、大阪では2025年万博という、イベントも今手を挙げている、2019年にはラグビーワールドカップがある、そういう時にこのテロの被害に遭わないために、そういう法律を用意しなければならない。でもこれテロと、準備罪等ってつくとあまりにも広すぎます。これは法律家である橋本前代表ともよく話するんです。だいたい党っていう、ものが文言がつくと、民間人にさまざまな制約をかけられることになる。テロを抑止するんならテロ抑止法でいいじゃないですか。ところがどうも今の政権は広げようとする。これはダメだよということで、国政において日本維新の会もう対案を用意をしている。ところがこの大事な問題がなかなか議論がなされない。今もちろん森友学園の問題も、それは国民の皆さんの疑念にしっかり応える役割はあると思います。でも大体この間の証人喚問において、今回の問題についてのポイントですね、整理できたんではないかなとこう思ってます。ところが整理できたというのは何かというと、これに絡む贈収賄のようなそういう事件ではないということはもうはっきりしてるんです。だってご本人が政治家に物を頼んでないと言ってるわけです。松井一郎に会ったことないとおっしゃってるわけです。そして、そのはしごをかけたのは、これ浅田議員の質問ではかけたのは自分だということもおっしゃってる。はしごを外したのは松井と、これも間違いでね、はしごは外してはいません。要はだって自分で申請取り下げられたわけなんでね、僕がはしごを外したわけでもないんですけども、とにかくもう当たり散らすところが僕しかないんでね、政治家っていうのはそういう役割かなということで今そう思ってる。でもこの問題がなかなかね、こう下火にならないというか、解決の方向に向かない。これ何かというとね、
皮肉にもこれをどんどんメディアの皆さんの視聴率のためにこの問題をどんどんね油注いでるのは皮肉にも僕は安倍総理だと思います。忖度はないと強弁をし続けるからこれそうなるんです。僕は政治家っていうのは忖度で選ばれてるんですよ。今日ここにご出席の、維新の特別、党員の皆さん、国会議員であり地方議員である皆さんは有権者の忖度によって一票いただいてバッジをつけて議席をもらってるわけです。でこの忖度にいい忖度と悪い忖度があるんですよ。要は忖度っていうのはおもんばかる、気を使う、その相手の立場に立つということです。政治家なら当たり前じゃないですか。有権者の立場に立ってものを考える。僕は、知事ですから大阪府民880万の皆さんの立場に立ってものを考えております。有権者の意思を忖度して今仕事をしております。ところがどうも忖度という言葉が全て悪いというような捉え方をされている。だから安倍総理が忖度は一切ないんだとこういう、僕はあれは違うと思います。忖度はあるということをしっかり認めて、その忖度にもいい忖度、そしてやっちゃいけない忖度があるということをはっきり言うべきだと。やっちゃいけない忖度というのは法律を犯して一部の人たちだけがお金をもらったりいい思いをする、この忖度を、やっちゃいけません。この忖度は政治家が絶対やってはならない忖度なんでも一般の皆さん方の声を聞いてその声にそぐう政策をやる、これは政治家としてやるべき忖度だと思います。今日もメディアの皆さんもいっぱい来てますけどね、彼らもやっちゃいけない忖度してますよ。今日の新聞見てたら、まあ安倍総理の奥さんと籠池さんのメールがずっと出てましたよ。でも僕もそのメール全部読んでます。でも新聞報道メディアの皆さん、あのメールの中にいや民進党から辻元清美の話は言わないでねって言われたら、その部分だけは新聞テレビそのメールの中から排除してそれを出してるわけです。記事をまさに民進党の忖度じゃないですか。これはメディアの皆さんの、これはおかしい話なんですよ。なのに忖度とおかしいじゃないかと。でこれでそのことばかりで国会が動き、肝心なやるべきところの仕事ができていない、これこそが国民に対して僕は政治の不作為だと。こういう状況を変えるのが日本維新の会なんです。これを変えていかなければなりません。これを変えるために2011年大阪で、まあ、前橋本代表と一緒に大阪維新の会スタートをいたしました。大阪維新の会からスタートして日本維新の会、理念の柱は大きく3つです。既得権益を打破すること、身を切る改革、そして統治機構改革です。これは言葉で言うのは簡単なんです。この3つに共通するところ何かと、いい思いをしているいい身分の方々、その身分を変えられるということなんです。既得権益でいい思いをしている方々、日本中に5万というそこを打破すると、今いい思いをしているそういう各種団体で、いい思いしている人たち、これはその人たちの身分、入ってくるお金変わります。統治機構改革、まさに同州制なんていうことをやれば全国で知事の数はまあ8人か9人ぐらいに減ってしまいます。都道府県議会議員も大きく身分が変わることになるでしょう。身を切る改革、今大阪では府議会議員は報酬3割カット、大阪府の知事は47都道府県で退職金もありません、報酬も3割カットです。そして今日本維新の会の国会議員は
言うだけではダメということで、報酬の2割を自らカットをして直接寄付すると法律上問題あるんで、全国の被災地に毎月国会議員全員が2割カットしたお金を寄付して届けていっております。これがまさに我々の理念の中心で、この理念を実現するために一番重要なのが維新スピリッツと言われるものでありまして、それを実現するためには政治家が身分にこだわる、給料にこだわる、そういうことではこれできないんです。でも他の政党、民進党も今もう何やかんや言ってますよ、身を切る改革どうのこうのって。やればいいじゃないですか、自主的に。やっていないんですよ、維新の会しかやってない。要は結局そういうことなんです。我々の掲げた3つの理念、言葉で言うのは簡単、でも実行する、実現すると、もうその日から自分の入ってくるお金、これは減るわけです。自分のバッジ、これはなくすことになるわけです。まあ繰り返しになりますが、大阪府議会では109あった議席が88になったんです。21議席が減ってるわけです。国会でも定数削減、一票の格差、憲法違反と言われてるわけでしょ。これは全政党が憲法違憲状態にはなんとか、これはやっぱり立法府として恥ずかしいと言いながら全くやらない、口先だけなんです。口先だけで政治をすれば、この国は、まあ、まさにこの国は、どんどん悪い方向に進む。今はまだ、まあ、支持率から言っても第3番目、第4番目、まあ、後ろから数えた方が早い。でも皆さん、実行してる、実現してるということは、僕は必ず国民の皆さんに伝わるし、それを実行してるわけですから、国民の皆さんも理解をいただけるとこう思っております。今の政権、まだまだ我々政権に変わる力はありません。でもやっぱり緩んでますよ、たるんでる、だから今のような状態になってる。これをピリッとさせる、そのためには民進党に第2党だからってやれるわけがありません。彼らはもう保身の塊じゃないですか。東京都議会見てください。名前を捨てて東京改革の会というふうに名前まで変えたわけです。日本維新の会の東京都議会、柳瀬議員たった一人ですけど、メディアからは無所属扱いされてますけど、東京において維新の会の名前を捨てておりません。名前捨てるっちゅうことは、旗を下ろすっちゅうことなんです。旗を下ろすっちゅうことは、もう今までの政策だとか、政党の綱領だとか、そんなもんに構ってる場合じゃないと。なりふり構わず、都議会議員のバッジ欲しいだけ。だから、東京改革の会と。もう何のこっちゃわかりませんよ、これは。皆さん、そのような政党がね、第二党、もうおかしい、ちゃんちゃらおかしいという話だと思います。ぜひ皆さん力を結集してね、この日本の国が本当に真っ当な方向に進むための、本当に、そういう形の、まあ、方向に進むための政治を真正面からやっていきたい。そのためには、党員各位の皆さんのご協力が必要であります。ぜひ、今年は都議会議員選挙、これが一番の大きな選挙になる、今の時点では。まあその後にはもうそろそろこれは、総選挙ということにもなるでしょう。我々まだ小さい組織です。全く、他の政党と比べれば、まあこう微力であります。でもここにいらっしゃる、皆さん方のまあそういう思いは、まあ他の政党の支持者の思いとは、まあ
比べても圧倒的に強いものだと思います。その思いを持って本気で皆さんが活動をいただければ我々の目指す日本を作れるとこう思ってます。ぜひ皆さんの力を結集して共に頑張っていきましょう。よろしくお願いをいたします。それでは議事に移ります。党大会規則第7条第3項、党大会の議長は党大会において選任するとの規定に基づき議長を選任しなければなりません。皆様にお諮りいたします。どのように選出いたしましょうか。ただいま司会者一任とのお声をいただきました。私から議長を指名いたすことにご異議ありませんでしょうか。ご異議なしと認め、私から指名いたします。党大会議長に辻順子大阪市会議員を指名いたします。以降の議事は辻議長に進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。ただいまご指名を頂戴いたしました議長の辻でございます。これより議事進行に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。なお不慣れでございますので党大会にふさわしい進行になりますように厳粛に努めたいと思っておりますが、進行に不手際はございましたらご容赦くださいますようお願いを申し上げます。なお党大会規則第2条第1項および第5条の規定により、党大会は特別党員の2分の1以上の出席により成立いたします。本日の党大会招集日における日本維新の会の特別党員数は364名であり、本日の出席者は209名、委任状は133名でございます。よって、本日の党大会が成立していることをまずもって宣言いたします。ではまずはじめに平成28年日本維新の会の決算の説明を求めます。総務会長東徹君。それではまずはじめに平成28年日本維新の会の決算をご報告させていただきます。決算の報告にあたりまして総務会の財務部会部会長丹野輝夫大阪市会議の下できちっと精査をしてまいりました。まず収入でありますが、昨年本日お越しの特別党員一般党員の皆様から党費として7495万5000円、寄付として3億6382万1000円、これには一昨年の旧維新の党との円満合意に取り決めた引き継いだ金額が含まれております。28年の政党交付金として7億805万5000円、その他の収入として1億8370万1000円となり、収入の合計が13億3000万53万2000円となります。続いて支出であります。経常経費のうち人件費として1億5900万光熱水費に100万、備品消耗品費として1045万円事務所費として8898万6000円これには本部家賃のほか各種顧問料などが含まれております。経常経費は合計2億5943万8000円となります。政治活動費としては、組織活動費に3392万5000円、選挙関係費に1億4099万6000円、宣伝事業費に2億3966万3000円です。宣伝事業費に参議院選挙などの広報費などが含まれております。
調査研究費として127万8000円、寄付交付金として5億7699万5000円を計上しており、こちらには我が党の身を切る改革を形で示した熊本地震による熊本県並びに大分県、12月の新潟県糸魚川の交付金を含んでおります。その他の経費を500万とし、政治活動費合計は9億9785万7000円で、支出合計は12億5729万5000円となります。平成28年の収入から支出を引きました7323万7000円は翌年への繰り越しとなります。以上、平成28年日本維新の会決算です。よろしくご審議をお願いいたします。以上で東徹君の説明は終わりました。ただいま説明がございました。平成28年日本維新の会決算は本日11時30分より開催されました常任役員会で了承されております。ただいまの議案についてご異議ございませんか。異議なしと認めます。平成28年日本維新の会決算は可決されました。続きまして規約改正を議題といたします。議案に関する規約の対象表はお手元に配布いたしております党大会冊子の9ページから記載しておりますのでご覧ください。議案の説明を求めます。総務会長東徹君。はい、それでは引き続きまして、規約の改正について、説明をさせていただきます。昨年の臨時党大会では日本維新の会へと党名が変更したことによりまして、党名変更に伴う文言の微修正を決定いただきました。日本維新の会の総務会では決闘から約1年5ヶ月が経過し、規約を細部にわたり見直し修正する必要を議論してまいりました。今日党大会におきまして党員皆様にご審議くださいますようお願いいたします。まず旧5条におきまして離党に関する記載がございましたが、新4条において細かい修正点に加え、同条の中に離党に関することを加筆し、5条を削除いたします。これにより4条以降のすべての条文がずれてまいります。全条ずれを修正いたします。以降はお手元の冊子9ページから下線を引いている部分が改正部分となり、新条で説明いたしますのでご了承ください。続いて5条から26条まで微修正に加え、組織運営上の位置づけの明確化や誤謬を訂正し、より適正に正しております。合わせて旧の第9章31条は新5条2項ですでに規約改正が明示されておりますので、必要性がなく省吾と削除しております。さらに我が党は他党と大きく違い、しがらみのない政治を実行するために以前から企業団体献金を規約により禁止をしておりますが、団体の定義は公議にわたりますので、27条1項におきまして団体の明確化をさせていただきました。また現在法律では政治家が家計の政治団体に寄付した支出金を最終的に自らの政治資金に充てるときであっても税制上の利益を享受することが可能となっており、国民から見たときに到底理解得られるものではないと考え、我が党は昨年9月27日、参議院で寄付金控除等を通じた国会議員等の利益享受禁止法案、租税特別措置法の改正を提出いたしました。残念ながら廃案となりましたが、今回また提出はいたしております。ただ、我が党は政治家の既得権益に対し、身をもって示すために27条2項に同様の条文を加筆いたします。以上、規約改正案をご説明いたします。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。以上で東徹君の説明は終わりました。ただいま説明がございました規約改正案は本年2月25日に開催されました常任役員会で了承されております。ただいまの議案についてご異議ございませんか。異議なしと認めます。日本維新の会規約改正案は原案通り可決されました。ありがとうございました。続きまして
日本維新の会活動方針案と予算案、この2つは関連がございますので合わせて議題といたします。議案の説明を求めます。幹事長馬場伸幸君。馬場伸幸でございます。我が党はよって立つべき綱領に、自立する個人、自立する地域、自立する国家を実現するを理念として掲げ、8項目の基本方針を柱とし、一昨年に大阪維新の会を結成いたしました。松井一郎代表、片山虎之助共同代表の下、実質的な船出となった昨年は、我が党の真価を問われる1年となりました。我が党は7月10日に参議院議員通常選挙が行われたことを踏まえ、8月23日に臨時党大会を招集し、松井一郎代表と役員人事の継続を決定し、大阪の維新スピリッツを日本全国へ広めるため、日本維新の会に変更をいたしました。昨年は7月の第24回参議院議員通常選挙で、結党から限られた時間の中、選挙区、比例区、合わせて候補者29名を擁立し、古い政治を壊す、新しい政治を作ると掲げ、さまざまな困難の中、厳しい予測を覆し、選挙区選挙では3名の議席を獲得。比例区選挙においては全国から515万票を頂戴し、4名の議席を獲得いたしました。ほかにも埼玉県、兵庫県、福岡県、奈良県や政務活動費の不正受給問題で揺れた富山県など、所属議員不在の市町村にも維新スピリッツを持った議員が34名当選をいたしております。我が党は橋本徹法律政策顧問、政策シンクタンクの有識者と戦略本部会議を月1回程度開催し、憲法や地方議員の年金復活阻止など、国と地方の区別なく議論をしており、我が党の憲法改正草案や参議院選挙公約、目指せ法案、100本提出プロジェクトと銘打ち、実際には101本を提出し、具現化しております。その他の政策面に関しても、現場主義に立って、現地調査、実態調査を踏まえ、丁寧かつ徹底した議論を重ね、政策立案を行い、政策提案型政党として身を切る改革を体現せしめました。組織活動においても、地方組織の拡充、各種選挙における候補予定者となり得る人材の発掘が、すなわち党勢拡大となることが共有され、広報ではインターネットを有効に使い、代表、幹事長演説などをニコニコ生放送やツイキャスを用い、生中継し、常にリアルタイムで発信してまいりました。リアルタイム配信は、有権者に生の声を届け、ほかにも政調会と協力した企画や日々の会見など、情報発信をメディア、インターネットなどを通じ、積極的に行ってまいりました。以上、議案に先立ち、平成28年の活動報告といたします。詳細については、お手元の冊子4ページから8ページをご覧ください。議案は活動方針案として、お手元の冊子13ページから記載しておりますとおり、我が党は堺市長選挙や都議会議員選挙、来る総選挙の勝利に向け、維新スピリッツを実践し、政権交代を目指す、政策力を強化して、政策提案型政党として実践する、我が党らしい国会、地方議会活動を行っていく、組織力と情報発信力で連携を強化していくと大きく5項目を定めました。詳細はお手元の冊子11ページから18ページに記載しております。平成29年活動方針案のご説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。続きまして予算案に移ります。先に述べました活動方針案に基づき、組織強化のために交付金を交付し、情報発信力の強化のため、寄付交付金、宣伝事業費を計上しております。
この寄付交付金には我が党が掲げる身を切る改革を形にした党所属国会議員全員から歳費の2割を党へ納め、東北をはじめとした被災地への寄付、見舞い金も含めております。本年もすでに福島県富岡町と宮城県石巻市へ持参しております。また、各級選挙の勝利に向け、組織活動の活性化や選挙関係費についても同様に計上をいたしております。予算案は22ページにございます。お手元の冊子をご覧ください。私からの提案は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上で馬場伸幸君の説明は終わりました。ただいま説明がございました平成29年日本維新の会活動方針案並びに平成29年予算案は本日11時30分より開催をされました常任役員会で了承されております。ただいまの議案についてご異議ございませんか。異議なしと認めます。平成29年日本維新の会活動方針案並びに平成29年予算案は可決されました。ありがとうございました。我が党は一昨年の結党以来急ぎ組織構築に努めてまいりました。先ほど馬場幹事長から報告をされました活動報告並びに活動方針の中にもございましたように今後さらに地域に根ざし足腰を鍛錬するためにも各都道府県総支部や国政支部長各特別党員一般党員が一丸となり党勢活動に努めなければなりません。平素党勢拡大活動に邁進しております現職国会議員国政支部長首長および地方議員につきましてはお手元に配布をいたしております冊子24ページから28ページに本年3月1日時点での会員を掲載しておりますのでまたご覧ください。今後ともなお一層維新スピリッツを持った同志を全国に広めていかなければなりません。各地域におきましても今後ともご協力賜りますようよろしくお願いをいたします。各役員常任役員会の議案の上程は以上です。本日の議事はすべて終了いたしました。皆様のご協力によりまして円滑な議事進行ができましたこと誠にありがとうございました。これにて議長交代いたします。議長を務めいただきました辻純子大阪市会議員、お疲れ様でした。議事がつつがなく円滑に終了しましたこと皆様のご協力の賜物と改めて感謝申し上げます。なお議事の中でも触れられました党勢拡大活動については冊子29ページに一般党員募集要項を記載しております。本日お越しの皆様にもさらなる党勢拡大をお願いいたします。ここで我が党常任役員会のメンバーを改めてご紹介いたします。その場でご起立ください。代表松井一郎。共同代表片山虎之助。副代表今井豊。副代表渡辺芳美。本日は所用のためご欠席でいらっしゃいます。幹事長馬場伸幸。幹事長代行西林勝利。政務調査会長浅田仁。
政務調査会長代行藤巻武氏、総務会長東徹、総務会長代行岩城仁、大阪府議会議員団の長大橋和則、大阪市会議員団の長開発康秀、堺市議会議員団の長水の上成明、大阪府内市町村議会議員市長団の長吉村博文、非常任役員下地幹夫、非常任役員柳瀬博文、続いて公務多忙の中、今党大会開催にあたり奔走し尽力くださいました党大会実行委員のメンバーを紹介いたします。委員長清水隆之、はい、そして委員の皆様は岩城仁、うるまジョージ、黒田まさき、杉江雄介、森島忠、以上、常任役員会と党大会実行委員の皆様ありがとうございました。さて、我が党は先ほど議決されました活動方針の中にもございましたように、維新スピーツを喧伝するためにも全ての選挙に処理すべく全力を尽くしてまいります。東京では大型選挙として6月23日告示、7月2日投票日となる東京都議会議員選挙が行われます。我が党もこの選挙に6名の公認候補予定者をすでに発表しております。本日は全員の勝利に向け皆様にご紹介し、代表者から東京都議会議員選挙に向けて公約の柱となる項目を発表させていただきます。都議会候補予定者はお一人ずつお名前をお呼びしますので、壇上へご登壇ください。お名前を呼ぶ前に、松井代表、片山共同代表、馬場幹事長、東京維新の会代表である藤巻参議院議員もご登壇いただき、候補予定者を壇上にてお迎えください。神谷俊博、中央区。比江島進、世田谷区、はい、鈴木克弘、はい、足立区、山田和義、練馬区、
海老沢由紀町田氏、そして最後に柳瀬博文大田区。以上6名が都議選に挑む公認候補予定者となります。それでは6名を代表して東京都議会議員の柳瀬博文東京維新の会幹事長から都議選公約の柱を発表ください。皆さんこんにちは。貴重なお時間をいただきありがとうございます。私たちは東京都議会議員選挙に向けて2つのことをお訴えしていきたいと思っています。一つ目は豊洲新市場の問題であります。もう連日連夜、メディアを賑わせてますから皆さんご存知のことだと思いますけれども、豊洲が安全であるということ、これは明らかであります。東京都が設置をした専門家会市場プロジェクトチーム、ここでも市場の環境は安全であるし建物も問題がない明言されています。ところが小池知事は安全はあるけれども安心がないんだということで、この豊洲への移転を先延ばしにしている、そういう状況があります。私たちはこの状況に見かねまして3月9日豊洲に早期移転するべし提言書を提出いたしました。そこに書いてあることは大きく2つ。豊洲は安全なんだから移転してください。安心がない、安心を作るのは豊洲が安全であるということを知事が言っていくこと、これによってしか安心の獲得はできないんだ。知事がその責任を持ってこのリスクコミュニケーションをしていただきたい。この2つであります。当然のことです。私たちはこの豊洲にかけられた5800億円というお金、そしてこの今ガランドの豊洲には維持管理費で1日500万円というお金がかけられているんですね。1年間では100億円、業者の皆さんへの移転保証費用を含めると100億円ものお金がこの移転を延期したことによって失われていくことになるんです。都民ファーストの観点から私たちは豊洲に早期移転するべきだ、このことをお訴えしていきたいと思います。2点目は東京の在り方を大きく変える統治機構改革、これを提案していきたいと思います。今の豊洲の問題、オリンピックの経費の問題、待機児童は減りません。介護施設に入ることのできない待機老人、深刻化しています。いつ来るかわからない首都直下型地震対策、これは知事として進んでいません。東京都は特別予算を、特別会計を合わせると約13兆円ものお予算を用意しています。基金だけでも1兆円あるんですよ。つまり潤沢な財政を維持しているんです。お金はあるけれども問題は解決しない、これはどこに問題があるのか。私たちはこれは統治機構に問題がある、東京の在り方に問題がある、そのように考えました。3つの問題点があります。一つには東京には仕事が多すぎる、役割と責任権限が集中しすぎてオーバーフローしている。二つ目には都庁のガバナンスが不在であるということ。
そして3つ目、都議会がチェック機能としての役割を果たしていない。これを解決するために大胆な統治機構改革、これを提案していきたい。ニアイズベター、住民に身近なところで税金の使い道は決めた方が良い。この基本思想に基づいて東京都から23区に大胆に権限移譲をしていく。民でできることは民で、この発想をもとに民営公営企業を民営化する。天下りを廃止して外郭団体をゼロベースで見直す。これを実現することができれば、東京はもっと強く、もっと優しい町になることができる。東京で深刻な待機児童対策、これはどこがやることなんでしょうか。国がやることなのか、都がやることなのか、区でやることなのか。これは当然区でやるべきことなんです。区しか現場のことは分かりません。お金の使い道を最も正しく賢くできるのは区なんですね。今は都も口を出して、国も口を出して、区にこうしろああしろ、区によって状況は違います。これでは残念ながら税金は正しく効率的に使うことはできません。だから私たちは徹底してこの権限を移譲していく。豊洲の問題、徹底した分権、この2つを私たちは柱にしてお訴えをしていきたいというふうに思います。ただこれ残念なことはですね、この2つともなかなか分かってもらえないだろうということなんですね。橋本顧問からも統治機構改革は難しいよと、しっかりと時間をかけて伝えなければこれはなかなか伝わらないだろうと。でも私たちは選挙のために都合のいい、耳障りのいい政策を掲げる、こういったことはしません。選挙のために会派の名前を変えたり、知事をおもねったり、老人を引きずり出してこれをいじめたり、そんなことに組みすることはありません。私たちは都民のために今何が必要なのか、これをしっかりと考えて、ここに的確に根本的な治療をしていく、これをですね、一歩一歩お訴えしていきたいと思っています。よく一人ぼっちの東京都議会議員だというふうにですね、松井代表もおっしゃるわけでありますけれども、私は一人ぼっちだなんてですね、少しも思ったことありません。私一人なんですけど、もう全国から柳瀬頑張れと、都議会に維新を見せてやると、本当に大きなお言葉をいただいております。特に大阪からなんですけどね、本当に嬉しいです。感謝をしております。皆さんから大きな激励があって、お支えがあって、ここまでやってくることができました。この維新の灯火を消すわけにはいきません。今こそブレずに、まっすぐに、この都民の利益だけを考える維新が東京には必要なんです。どうか皆さん力を貸してください。厳しい戦いだということは十分に分かっています。しかし維新が東京には必要です。どうか私たちは皆さんの思いを胸に全力でこの戦いに臨むこと、お誓いを申し上げまして、私からのお決意表明とさせていただきます。頑張ります。ありがとうございます。
柳瀬東京維新の会幹事長、ありがとうございました。ただいま発表しましたのはあくまで主要項目となり、これらの項目は良識ある都民に必ずご理解いただけると思います。私も東京維新の会所属の区議会議員として全員の勝利に向け微力ながら全力を傾注いたします。私ども党所属国会議員もしっかり協力してまいりますので、共に頑張りましょう。続きまして、我が党は先ほどご紹介しました都議会候補予定者6名をはじめ、本年も各級の選挙に全力で勝利しなければなりません。お手元に冊子とともに、本年すでに決定しております各級の公認候補予定者一覧を入れ込んでおります。本日お越しの皆様方におかれましては、ご一読いただき、当該地域の知人友人にご紹介賜りますようお願い申し上げます。ここで各級選挙の全員勝利に向け、また議決した活動方針通り政策提案型政党として、昨年成立しなかった101本法案をはじめとする我が党が提案する国民のための法案成立に向け、決意を下地幹雄国会議員団政調会長より申し上げます。今日会場にお越しの特別党員の皆様、本当にご苦労様でした。皆様のおかげをもちまして、無事に審議が進み、そして多くのことが決断したこと、決定したこと、本当に嬉しく思っています。党一丸となってこれからも頑張ってまいりましょう。また準備委員会の皆様が一生懸命頑張ったおかげで、こうやってスムーズにですね、この会合が進んだこと、本当に心から感謝申し上げたいと思います。私の田舎の沖縄ね、よく台風が来ます。台風が来るとですね、雨漏りがするんですよね。雨漏りするときに、この台風の最中に上に登っていって修理をして雨漏りを直そうとすると、大体怪我します。台風のときは雨漏りにたらいを下に置いて、一滴一滴落ちてくるこの水を見ながらですね、雨を見ながら自分の人生考えて台風が過ぎ去るのを待つ、これが台風の過ごし方なんですよ。また台風は悪いイメージだけではなくていいのがあります。台風が来ると必ず雨がついてきますね。だ、沖縄の農産物がこの豊かに育つのは台風が来て雨が来るから育つんです。台風が来ると海の中がこの大きく揺れ動いて、この揺れ動くことでプランクトンが繁栄して、このきれいなサンゴ礁が生まれるんです。台風の時は家の中にみんないますから、家族で話をして、あんまり普段話をしていない家族が話をして輪ができるんですね。台風はね、いいこともあるんです。今森友台風が吹いてます。しかしこの台風は我が党にとっては絶好のチャンス、皆さんが一致団結する絶好のチャンスですよ。ここは拍手ですね。そしてしっかりと我が党の注目されているだけにアピールをして頑張っていきましょう。今回のこの都議会議員選挙、堺の市長選挙、そして私たちの衆議院選挙と、今年は選挙があります。この選挙を勝ち抜くためには風に頼ったらダメです。ポスター貼るだけではダメです。該当するだけではダメです。さっきお話があったように、101本作った法案全部読んでください。あの101本法案は松井代表の指示で、この私たちが公約としたものを全部法律にしたんです。こういう政党は皆さんないんですよ。公約を全部法律にして、そしてしっかりと私たちは国会に提案している。これを読めば間違いなく日本維新の会が政権の中枢になった方がいいというのはよくわかります。中小企業の皆さんにはこう言ってください。私たちが作った法案には、これからはもう保証しなくてもいいよと、連帯保証はしないでもお金を貸すような
金融制度を作りますよということを書いてありますから、それを説明してください。人手不足で大変だという人たちには、今3世までが日本人扱いですけど、我が党の提案で今度4世まで日本人扱いになります。そのことで10万人近くの若い方々が南米から来て、そしてここで職を覚えて、そして帰っていくという新しい制度もスタートします。また中国や北朝鮮はいろんなことに心配だと思っている方々には、私たちの土地を買うときには安全保障に関わるものだけは簡単に土地は取引できませんよという法律も作りました。この101本を読んでいただいて、全部頭に叩き込んで、これをお一人に提案していただければ、必ず私はこの選挙は勝てるというふうに思ってますから、みんなで頑張っていきましょう。東京都議会は6人全員当選、堺の市長選挙を勝って、大阪都構想を全部私たちは希望通りやりましょう。衆議院は15人いますけど、現職は全員当選、それから30人から40人増やして野党第一党になりましょう。こういうふうな松井代表として私たちは着々と前に進んでます。交代したことは一回もありません。この前進のみの姿をですね、もっとアピールしてこれから頑張っていきましょう。どうか皆さんのお力をいただきますよう、よろしくお願いして決意表明に変えます。ありがとうございました。下地国会議員団政調会長、熱いご決意ありがとうございました。それでは壇上の皆様、どうぞご講談くださいますようお願い申し上げます。本日は皆様に日本各地よりここ東京へ足をお運びいただき、誠にありがとうございました。何度も申し上げますが、本年は東京で都議会議員選挙、大阪では堺市長選挙など我が党にとって重要な選挙が続きます。常在戦場の衆議院では解散総選挙がいつ行われても不思議ではありません。本日お越しの党員の皆様の前で、これから始まる激戦の荒波に立ち向かう決意を新たにできた党大会になったと思います。以上をもちまして、日本維新の会平成29年党大会を終了いたします。本日はありがとうございました。なお本日16時半ごろより銀座4丁目銀座三越前にて、馬場伸幸幹事長、足立康史衆議院議員、吉村博文大阪市長、そして先ほど熱い思いを語っていただきました柳瀬博文都議会議員をはじめ、今回の東京都議会議員選挙候補予定者の街頭演説会を行います。本日16時半ごろより銀座三越前にて、馬場幹事長をはじめ日本維新の会の街頭演説会を行います。ぜひとも皆様ふるってご参集いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。はい。いや、もう大勢の皆さんお集まりをいただいて、党勢拡大に向けてね、
息上がってきたなと、雰囲気盛り上がってきたなと、こういうふうに思ってます。はい、初めての東京での党大会でしたけれども、実行委員さん等も大変努力をしていただいて、これだけ大きい会場満杯になりましたんで、やはり東京中心とした関東圏でもですね、維新に対するやっぱ期待あるんだなと、一般党員の皆様方のお顔を拝見してましたら、全国からですね、来ていただいているという感じでした。こういった期待、特に特別党員、地方議員さん、国会議員さん、きちっと受け止めてですね、これからの活動に生かしていってほしいな、そういうふうに思います。党大会を東京で開いていただいたということに、まず本当にありがたいことだなというふうに思っています。都議会も厳しい、これから戦いにはなるんですけれども、今日は非常にですね、多くの方から士気の上がるお言葉をいただきましたので、これで候補者一同頑張れというふうに思っています。はい、以上です。もし各社の所属お名前を述べてからご質問くださいますようよろしくお願い申し上げます。ちょっと大きな声でやっていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。朝日新聞の矢口と申します。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、都議選に向けてということで、改めまして今回は豊洲移転ということで、小池知事の方針とは異なる形になるかと思うんですけれども、そうしますと、小池知事との、向かう姿勢というのは改めてどういうものになるかというのをお願いいたします。豊洲に関してはね、柳瀬議員の方からもう詳しく説明しますけど、まさに、豊洲か築地かをね、決定をしてね、最終決定するのは議会なんですけどね、方針を打ち出してこそね、僕は僕も大阪の知事なんでね、知事としての職務職責を果たしていると思います。柳瀬議員が党大会で申し上げたように、我々はもう豊洲は完成しているわけで、安全は科学的根拠を持った安全は確保できてますから、これは都民の、ためにも、豊洲に早期に移転をね、するべきだと思ってます。はい、小池知事の方針と違うというふうに特に思っていません。小池知事も移転を延期しているということの段階ですので、丁寧に物事を進めているんだろうというふうには思うんですけれども、ただその進め方がですね、その都議選の政局であるとか、そういうことに使われるのは私たちは本意ではない。一刻も早く決断をするべきだということをずっと知事には申し上げているということであります。ですから昨日戦略本部会議を立ち上げて、さらに検討をする組織を作るということを発表しましたけれども、これは決断をですね、先延ばしにする、無責任なことなんではないかなというふうに私なんかは思います。はい、以上です。豊洲のこと以外もですね、小池市政全体のことをどのように評価して、選挙戦で訴えていくのかという点ではいかがでしょうか。はい、これにつきましても、特にですね、私たちは反小池、新小池とかですね、この枠組みで戦うつもりはありません。今みんな都議会のメンバーは小池さんにすり寄って、おべっかを使っていると、そういう状況ですけれども、その中でやっぱりいいものはいいですし、悪いものは悪いと、これははっきりという勢力が必要だと思っています。それができるのは維新だけというのが私たちの考える基軸ですね。ですから昨年、オリンピックの予算を見直したであるとか、何でしたっけ、復活予算を廃止したとか、そういったことはもう高く評価をしていますし、ただこの豊洲の問題に関しては、もう早く決断をしていただかないと、いろんな人に迷惑がかかるし、また税金の、税金ではないんですけどね、公金の無駄遣いということにつながっていくんではないかというふうに考えています。松井代表にも今小池さんとの党との距離感というのはどのように感じになっているかお願いします。僕は今、柳瀬議員がもう言った通りです。東京都議会においては是々非々で、
対応をしていくということであります。ただもう豊洲は小池さんの判断は遅い、これ戦略本部会議ね、豊洲がこれから着工するんだ、ね、僕は戦略本部会議ありだと思ってます。これから豊洲にを着工する前ならね、もう5800億かかって出来上がってるわけです。その出来上がったものに対しての科学的根拠を持った安全性は担保できております。であればこれは移転をさせるという方向を打ち出していくのが僕は、東京の知事としての役割なのかなと思ってます。安心についてはまさに、知事と、都議会の議員が本当にこう一つにまとまって都民の皆さんに丁寧に説明して理解を得るというのがあるべき姿と思ってます。候補者の方が9名いらっしゃったのが、今日発表されたのが6人で、ちょっと選挙区も変わられているかと思うんですけども、このあたりについて、幹事長から改めてご説明いただければ。こちらの方でいろいろ数字的な調査もこれまでやってまいりました。非常に限られたこの選挙対策費の中、またそれぞれの候補者が抱えているスタッフですね、スタッフの数、こういうのに限界がありますんで、拡大路線を取るよりもですね、きちっと選択と集中ということで精査をしてですね、そしてそれぞれの候補者、立候補予定者とも面談をした中でですね、3人の方は辞退をしたいという意向で辞退届が出てまいりました。もう一人の神谷君ですかね、神谷君は当初品川区の予定でしたけれども、もともとですね中央区の出身で、この選挙をやっていく戦略上ですね、定数は中央区1なんですけれども、やはり地元で、小学校や中学校等の学友とか、地域の皆さん方とか、そういう皆さん方に支えられてやりたいという本人の強い希望でですね、中国の方へ選挙替えをしたと、そういうことです。 NHK の調査です。今の関連なんですけれども、当初松井代表はですね、11議席以上の確保という目標を掲げていらっしゃいましたけれども、今候補者が絞り込んでまして、これ以上その候補者の擁立はせずに、この6名の全員当選を目指して活動していくという図になるんでしょうか。いや、それはそれだけの覚悟ある人がね出てきてくれたらやりますよ。11名まで行きたいと思ってますけど、それは今この小池台風の中でね、なかなかそれだけの覚悟ある人が手を挙げてくれるっていうのが難しいというのが正直なところですよ。だってもう皆さんご承知のように民進党はゼロになったんですよ。もう旗、僕今日の挨拶でも申し上げたけど、旗全部隠して捨てて、小池さんにしがみつこうとして、小池さんにしがみつかされ、つけないようにされてるのが状態じゃないですか今。それと比べたらほらもう今柳ヶ瀬議員が一人ですけど、日本維新の会の旗を明確に立ててね、特に6人戦おうと言うんですから、これは野党第二党の民進党よりはよっぽど覚悟してると思いますけどね。その都議選に向けてなんですが、大阪と東京では組織の状況も違いますし、成り立たないも違うと思うんですが、都議選で戦って議席をきちんと伸ばしていく上でですね、どういったふうにこうやっていくという代表考えですか。これ、僕はどの選挙においても魔法の杖はないんでね、選挙っていうのは政策選択ですから、先ほど柳瀬議員が言ったように日本維新の会のこの東京での、東京維新の会の政策を丁寧に説明をして、もう地道に歩いて一人でも多くの人と握手をして一票一票積み上げていくということです。選挙の争点は豊洲になるんでしょうが、これはもう小池さんにするよという人たちはみんなね、うやむやにしながら通り過ぎようとするでしょうけど、それはダメですよ。選挙は一番の東京都民の関心事ですから、これは
批判があろうともきちっと、方向性を出して選挙で、判断をいただくということになると思います。あとすみません、ちょっと話題変わってしまうんですが、先ほどの代表の方が常任役員から冒頭のご挨拶で触れられたように、まあ、森友の件で、まあ、安倍総理大臣はこうすべきだというところも指摘されてましたけれども、そのあたりもう一度伺えないでしょうか。これ僕は森友の件、これを、国民の皆さんにご理解いただくのは非常に大切なことだとは思ってます。でも今日本が置かれている状況の中で国会において森友一色でいいのかということなんですよ。そしてなぜ、この森友の件が、さらにですねこう、大きく広がっているのかと、要はまあメディアの皆さんも、まあ、森友の、この件を、取り扱うことでね非常にまあ視聴率も取れるというようなことになると、要はそういう形で、世間にの人たちの、注目を集めるということになる。それの、まあ、一番の原因がね、要は見えにくくしているところはね、この問題の本質をきちっと説明できないというかね、そこが分からなくしているのは、これは皮肉にもね僕は安倍総理だと思う。それは何かと、もう忖度がないと教鞭をこれしすぎてるんです。忖度にこれ政治家、まあ、世の中忖度ありますから、これ何度も申し上げてるんですけども、政治家っていうのは国民の皆さんの、そういう思いを忖度をしてさまざまな政策を進めていくわけです。忖度っていうのはおもんばかるとか、気を使うということですからね、だから総理がやっぱり政治家であるか、ある中でね忖度はあると、でも忖度がこれがすべて悪い忖度といい忖度があって、これがこの悪い忖度、森友学園についてね、これは悪い忖度ではないということをはっきり、言われるべきだとこう思っております。昭恵夫人とのメールのやり取りの中でね、昭恵夫人に疲れてた方 が、ファックスで返事したと、あの中身はすべて森友側さんの希望には添えませんという答えですよ。でその忖度っていうのは、これは僕も知事ですからよくある話でね、もう例えば僕が、ま、毎日もう昼ご飯食べに行く喫茶店でね、この間 NPO の方々とお会いしましたよ、たまたま、でその方々からね、その NPO で障害者支援のね活動したいんだというお話がありました。その時は僕は、まあ秘書と一緒に行きますから、じゃあその話は窓口は秘書が、窓口を紹介しましたよ、やり取りは僕を通さず秘書と NPO の人たちでやりました、これはまさにその人たちの声を聞いて行政が動いたということです。でこれはやり取りについては秘書が話をしてましたから、これは悪い忖度なんでしょうかと、これは全くそういう悪意に満ちるような忖度ではありません、だから総理も国会答弁でね、これ忖度っていうのはあると、ただしお金をそのことで、個人が利益を得るようなね、その贈収賄につながるようなそんなような話では全くないと。でこの間からの籠池さんの証人喚問を見ててね、そのお金に絡む話はこれはもうないのはもうはっきりしてるじゃないですか。籠池さん自身が昭恵さんとのメールの中でもね、3億5000万足りないんですって言ってるんですよ、お金がないんだから、で
そういうことの中で、籠池氏自身も政治家にお金を渡したことないとはっきり言ってるわけですから、これは法律に引っかかるような贈収賄のようなそんな話ではありません。だから、財務局、理財局、近畿財務局の方がね、こうなぜ、こう籠池さんが言う神風が吹いてきたというようなスムーズに、その手続きが進んだのかという部分、これはまさに、その忖度だったというのをもう認めるのが一番だと思います。その忖度は何も、総理が知らないところでの忖度というのはこれはあるんですよね。僕の知らないところの忖度というのもありました。今回私学の梶田会長は当時橋本松井の改革の中で、私学をに対してハードルを下げて教育の分野においても切磋琢磨を促していくと大方針っていうのを掲げてたと。その大方針に沿う形をで私学審議会をやっぱりそういう空気があったと、私学審議会の中に。これ別に僕は梶田会長に一言もそんなことは言ってない。梶田会長も僕からそういう話があったことはないということをおっしゃってる。でも橋本松井のその改革の流れの中で役所の中にそういう空気があったと、それを受けて私学審議会としては、大阪においてどんどん私学を、広げていこう、増やしていこうというそういう空気があったと言われてるんです。梶田会長は多分そういう、我々の大きな大方針を忖度されたんでしょう、これ、それと同じことだと思いますよ、僕今回のも。だからそれをやっぱり総理が忖度なんていうのは一切ないんですじゃなくて、そういう形の今大阪において私学審が判断したようなね、梶田会長がおっしゃってるようなそういう忖度のはあったということは、まああり得るということはもう総理がおっしゃればね、これも国民の皆さん理解されると思います。たびたびと申し訳ありません。先ほど昭恵さんのお話出ましたけれども、松井知事への松井代表への承認喚問の要請と同時にですね、昭恵さんにも、承認喚問を求めているんですけれども、こちらの方は、どのようにされるべきだと総理夫人といえどもね、これは私人、民間人ですよ。ここがね、他の野党と我々考え方違うところですけどね、精一杯、隠れてもないし、メールもすべて公開をされてるし、これ以上何聞くんですかね、承認喚問に、呼び出して、ただ吊るし上げるだけじゃないですか。僕はそれは必要ないと思いますよ。先ほど下地さんからもありましたけれども、この森友問題というのがすごく注目を集めている中で、維新にも注目が集まっているというこの状況、どのようにうまく生かしていくかっていうのは、代表としてはどのようにお考えですか？いや、うまく生かすも何もありません。この今のその森友学園の件について政治家として包み隠さず説明をすると、そして考え方もお示しをすると。だから僕は今お示しするようにね、忖度がすべて悪いという形を捉えてね、そこを、こうごまかすというか隠すというか、そういう必要は僕はないと思ってる。もう何度も言いますけども、私学審の梶田会長、これは大阪で、参考人招致議会でありました。梶田会長は当時橋本松井の改革の流れ、その空気を、もう受け止めてやっぱり私学審として判断したと、これおっしゃってます。これは我々のその改革を忖度をされたということです。ただそこに僕からの圧力は一切なかったということをおっしゃっています。これは僕は悪い忖度ではないと思うんでね、こういうことはしっかりこう、うやむやにごまかすことなく、国民の皆さんに伝えるべきだと思っています。質
ません、読売新聞、茂松。都議選についてお伺いしたいんですけれども、先ほど定数を3減らしたことを選択と集中というふうにおっしゃったんですが、この3人に関しては、その小池さん側にの方から出たいですとか、向こうからこう切り崩しがかかってきて、離れていくと、そういったことはないですか？そういうことは全くないですね。先ほど申し上げたように、やはりその選挙に、選挙対策の費用ですね、こういうのも、弱小政党なんで、限りがありますんでね、例えば折り込み一つ取っても、一人辞めると、何百万という単位で、そのいるお金も変わってきますんでね、そこは選択と集中という観点で、いろいろ面談を やらせていただいたと、そういうことです。もう一点、今回都議選の公約の中で、都議会の定数を5分の1にするという公約も出ているんですけれども、この狙いを。はい、これ5分の1にするという公約ではないんですね。僕たちさっき申し上げた通り、この分権を徹底していこうということです。でそれをやっていけばですね、当然職員の数も半分ぐらいになると。で予算もかなり圧縮されるという中で、25人程度でこれやっていけるような東京を作っていこうということであります。ですからこれはビジョンですね、私たちの掲げている。でこれから政策集はまた今、政策中でありますので、都議選の1ヶ月前になるのか、2ヶ月前になるのか分かりませんけれども、ここでまたしっかりとですね、お示しをしたいというふうに考えています。ただ僕たちが考えている東京の未来というのは、このグレーターロンドンというのが書いてありますけれども、このロンドンは25人でやってるんですね、900万ぐらいの人口ですけれども。で、同じようなシステムにすれば、これは25人で、東京でもできるはずだと。というふうに私たちは思っています。ですからこのビジョンが成立すればですね、それを25人でやっていけるんではないかということを考えているということであります。はい、朝日新聞ですね。渡辺芳美さんに指摘されてましたけど、これは理由と党大会を欠席するっていうのは幹部として認められることなんでしょうか？僕のところにメールが来てね、喉から何かあれ何言ったかな、とにかく病気で、それでちょっと、熱出てると、で体調がちょっと申し訳ないけども体調悪いんでということでメールをいただいてます。それは仕方ないでしょう。体調悪いの引きずり手でもっていうわけにいかんし。日本テレビの黒島です。森友学園の話に戻って恐縮なんですけれども、安倍総理、今まで国会の政務の中で、一切関わりがなかった、関わりがあれば、総理も辞職して、議員も辞任するというふうにおっしゃっていらっしゃいましたけれども、総理が忖度があったというふうに述べるということは、その関わりがあったということになるのか、あるいはそうならなかったとしても、これまでの答弁との整合性についてはどのように考えますか？僕と全く一緒だと思います。僕もね、大阪で、毎日記者の皆さんのねレクをやってますけどね、関わりあったら辞めるんかって聞かれて辞めるって言ってましたよ。ただこの森友学園の問題をさまざまなことを検証する中でね、先ほど申し上げましたけど、私学審の梶田会長は橋本祭りの当時の教育改革の流れ、この流れをやっぱり受けてね、私学審としては、私学の新規参入を、できるだけ認める方向で進めてきたというお話を、私学審議会梶田会長がされてました。それはある意味ね、橋本祭りでやってきたその路線を忖度してたということです、私学審会長が。それが、森友学園の今回の件につながってるんで。これをもって松井と森友がつながっているということになれば、僕も辞めなければなりません。全くそういう同じ、状況であると、総理が今、それであるならば、僕は僕自身、今籠池さんとの直接の関係というものの関係の中でね、僕が辞職に当たりするかと言われれば、それは違うでしょうと僕は思ってるんでね、総理も
その全く、辞職に値する話じゃないと、このことでね、日本国総理大臣がね変わることがね日本の国のためになるのかね、僕はそういうふうに思いますね。ただ総理はやっぱり忖度ないというのをねやっぱり教鞭はもうやめて丁寧に説明するべきだと思います。いやメディアの皆さんもね今日あの新聞さっき僕さっきも言いましたけど民進党の要請を受けて忖度してるじゃないですか、今日読売新聞もなんであの、辻元清美さんという名前は一切出さないのかね、他の人の名前出すのにそういうのを僕は悪い忖度だと思いますけどね。朝日新聞の川口と申しますが、あの今の忖度の話なんですが、今の国会での指摘ではですね、まあ、要はその安倍昭恵さんが名誉公邸を使われていて、まあ、そういう情報を知った上で財務省が、まあ、一定の配慮をして、まあ、手数制裁を、罰したり、安い価格で売ったんじゃないかと、こういう忖度があったんじゃないかという、まあ、大枠そういうような指摘なわけですけど、これはっきり川口さんは財務省に何度も言ってると近畿財務局にも尋ねてると、ね、その中で、安倍総理や夫人の名前は使われてますよね、でその使われる中でね財務省側が違法なことはこれしてないっていうのはもうはっきりしてます。国会答弁で要は、法律の手続きの範囲内です。範囲内で籠池さんが財務省を訪ねた時にいろんなそういう、ね総理や奥さんの名前使うことをね、一回一回総理夫人が了解してたわけでも何でもないんですよ。勝手に使ってるわけですよ名前を、でその勝手に使われた名前に対して、職員が、その心の内でどう思ったのかっていうのはもうこれはその一つしかわからない話だと僕はそう思いますよ、忖度はだからあるじゃないですか。総理にいちいち尋ねてやってないわけで、そう尋ねてやる人はいないですよ。僕はさっきも言いました、私学審の梶田会長に僕はこの森友学園の件で頼んだこともないし、逆に梶田会長がまず一時忖度しときましたからって言われたこともありません。なんだそういう話をこうしてない中でね、そういうふうに物事が動いていったと、これが僕は籠池さんの言う神風だとこう思ってるんです。ただ職員財務省の職員でもね違法なことはね首かけてまではやりません、だから彼らのできる範囲の中で、サービスを、こうサービス精神旺盛な対応をしたと。だから僕は大阪でいつもいやーサービス、精神旺盛やなということを言ってるわけですよ、これをもって、政治的関与とはこれ言えないと思うんですけどね。悪い忖度ではないないと思います。だから例えば土地の値段安すぎるとかこれに不正があったらもうこれは全くダメですよ。でも今国会の答弁聞いてる限りはルールの範囲で不正のあるような話ではないと思いますんで。長野県の信濃毎日新聞の家といいます。統制拡大について伺いたいんですけれども、3月に長野県で総支部ができてですね、これで全国で24つ目だと思うんですけれども、その統制拡大のペースについての手応えだったり課題を感じることがあれば教えてください。いやそれは課題だらけですよ、まあ、まだまだねやっぱり大阪関西、以外では我々の実績やってることっていうのは知られていません。これはまあメディアの皆さんも伝えてくれないというのはあるんですけど、これはもうコツ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 ね、こうツイッターでね、こうつぶやいてるぐらいではねなかなかね広がりません、もう課題だらけだと思ってます。県の総支部なりその2人の支部長いらっしゃるんですけれども、その方たちに期待したいことってどんなことでしょうか。コツコツ、丁寧に大勢の人に説明を
することです。はい、フジテレビのミスターサンデーなんですけども、あの2011年の大阪ダブル選挙の際ですね、我々の取材では籠池氏が旗議員と一緒に、まあ、あの淀川の遊説の時で応援に回ったっていう話があるんですけどね、淀川区のですね重曹の時の遊説の時に、まあ、籠池氏が旗議員と一緒にあの松井市議 の支援に応援に回ったっていう取材があるんですけども、そういうないですね。あの旗議員は2011年の、もう3月にあの議員引退をされてるし、当時自民党でしたから、僕と一緒に回るというのはありえないと思いますね。支援に回っていたという話がありまして、その後当選された後ですね、森友学園は規制緩和の申請を出していて、まあ、緩和は通っている。これある意味では形を変えた、あのさっき松井知事がおっしゃっていた違法性のない忖度ではないかということは同じことに関わる、うん、小学校高校の、その教育、教育参入のハードルを下げるというのは橋本時代、からずっとやってきたことです。でその中において、籠池さんがそういう、提案をされてたのも事実です。ただこれは一般的に広くその人たちに門戸を開けたわけで、籠池さんを特別扱いをしたわけではありません。確認しますけども、旗議員から、まあ、その含めあの、まあ、会をあの間を通してもいいですけども、選挙の際に、まあ、応援をされたという認識はないということですか。ないですね。11年の話でしょ。旗議員と僕が一緒にどこか回ったというそういう記憶はないですね。これ国会でもね、なんか旗議員が大阪維新の会を応援してたというようなね、どなたかの議員の質問の中にあったんですが、あの大阪では自民党と我々が敵対して大阪維新の会ができてますんでね、当時議長だった畑さんが我々に肩入れをするはずないんです。向こうは我々のことを裏切り者と思ってますからね。まあ、あのね、畑議員ってあの悪い人じゃないことは言っときますよ、もう亡くなってて。あのそれであのね、そういう悪い人じゃないんです。本当にね、大阪の大阪らしいね、どなたとでもね、おい起きたなみたいなね、いいおじさんなんです。で、悪い方ではないですけども、大阪維新の会に入られたこともないし、我々を特別応援されてしていただいたっていう、そういう覚えもありません。それは証言ってどこの証言なんですか。それはいっぱいいてますよ。大阪の維新の会をね、応援してるとか、大阪維新の会こうだとかいうね、証言をもう大阪行ったらもう山ほどありますから。例えば僕と非常に実行にしてるなんていう人はね、山ほどいらっしゃいます。ただお会いしてもね、分からない人が多数です。あともう一点だけあるんですけども、まあ籠池氏 の弁護士を辞任されたっていう方がですね、まあ同じ事務所がですね、府の顧問弁護士もしてるっていう話が出てまして、まあ、申請を取り下げたっていうのはある意味府の方からそういったその助言があったんではないかという話が出ているんですけど、それ府の顧問弁護士をしてるっていうのは僕は聞いたことないですけど、それどこの情報ですか。調べていただければという感じで言ってたんですけどもね。いや、僕が日々お会いしている顧問弁護士はその方の名前ではありません。事務所ということでもないと、北浜法律事務所でもないということですか。いや、どこの事務所か知れないけど、それやったら僕に言うはずですから、聞いたことないです。産経新聞の松本です。次期衆院選についてお伺いします。日本維新の会の支持者の中には、岸本徹氏の出馬への待望をやったいと抱いている人もいるかと思うんですが、松井代表、何か思い入れになったら。もう何度も聞かれてますけど、これはもうね、彼のみぞ知るですよ。そんな、もう個人の判断ですから。その他ございますか。はい、それではこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございます。